愛妻御所用中央部になります、こんにちは、文化の日ということでですね、お休みにもかかわらずたくさんの方が、ご来場いただき感謝いたします。今日は、文化の日でユータズミュージアムも今入ってこられたと思いますが、無料開館日ということでですね、毎年4日間無料開館日があるんですけど、そのうちの1日ということで、多くの方に、見学していただいております。で今日は、また世界のうちなんちゅの日特別講演ということでですね、意味について学んでいきたいと思っております。今日のご講演いただく渡辺先生は、このユータザミュージアムがですね、リニューアルオープンした2018年にも最初はですね、講座というのを先生にしていただき大盛況でした。そしてまた翌年もですね、2019年にも引き続き、講座を開催して、大盛況で、を迎えております。で今日はですね、コロナも明けて、そろそろ私たちの足元をですね、見つめる講座をしていきたいなということで、渡辺先生、そして高桑先生に沖縄の移民について、我々が普段、気づいていないところがですね、今日は、講話の中でご指摘いただけるものと楽しみにしております。で今回もそうですが、これまでの講座についてもですね、明治大学の島嶼文化研究所の山内健二先生にはもう毎回お世話になって講座が開催されております。で今ユンタザミュージアムもですね、明治大学なくしてはもうやっていけないという状況に来ておりますので、ぜひ次年度以降もですね、また私たちの足元を見つめる、そして振り返るきっかけになる講座が開催できればなと思っております。本日は先生方よろしくお願いします。そしてまた最後までですね、ぜひ学びながら、そして気づきのある講座になることを祈っております。よろしくお願いします。明治大学の山内と申します。明治大学島嶼文化研究所というのを簡単に説明しますと、2015年に我々も民族学とか文化人類学を学んで、来ましたけども、その南西諸島の研究をしている先生が多かったので、それに関連する、研究所を作ろうということで、だから今年の8年目になったと思います。要するにもう一つ先生、研究代表者でしかないから、所長としてはね。それで、ですね、渡辺自身は、今日のタイトルから言うと、2010この読谷村のところにその調査に入り始めたのが、調査というか、計算したのと2000年ぐらいなんですよ、2000年ぐらい。で、ですね、その後僕、ちょっとハワイの大学に、大学研究というのを形で行ったときに、読谷村の出身の移民のハワイ、読谷クラブというのがここに あるんですけれども、その関係の方たちと、こう、なんていうかな、何をしたのかっていうと、聞き取りをしてたんですけど、まだ論文にまとまったんですけれども、で、ということです。で、今日は、渡辺先生と高桑先生の講演を私自身も聞きながら、勉強したいと思います。以上です。ご紹介に預かりました渡辺義雄でございます。ちょうどですね、読谷大学が、2018年そこで始まってお話をして、それで今日が5年ですか、5年経ちました。本当に久しぶり、4年ぶりですかね、この2019年1回そのお話しして、それからもうこのコロナ禍というまだ続いているわけですけど、コロナ禍で来れず、こういう企画もできずという状態でありました。でその間、なんとまず高齢者にはなっていたんですが、後期高齢者にその間なっちゃいました。さあ、
期の高齢者にはまあ徐々に近づいてるじゃないですか。期高齢者ってあったっけ、まあ、というようなあの状態で、まあ、今まさに、沖縄を思い出しつつ、考えてみれば沖縄のこれまで今日の話もそうですけども、沖縄から学んできたこと、まあそれを還元できればちょうどそういう意味で、この読谷さんのこの企画は大変あの嬉しく思いますし、だからどうぞご質問いただいたりあのしていただきたいと思いますけども、あの、今日はですから移民のお話、文化人脈とは何かという話ちょっとまあお話する時間ありませんが、まあ、そこから見た世界的な沖縄のお話をしたいと思います。でそれでまあ結局問題は皆さんに考えていただきたいのは、沖縄とは何かということや内山中とは何かという問題はこれ世界に広がると出てくるんですね。ちょっと今日はそういう問題を投げかけたいと思っています。早速じゃあ始めたいと思います。であの大変幸いなことに、これなんかパンフレットすごい立派すぎるパンフレットがあって、本当はこれだとパワーポイントもいらないようなそういうパンフレットが出来上がっております。で皆さんそのもちろん映像を見ながらあの私お話ししますけど、このパンフレットも非常にこうよく字が見えるだろうと思います。で見ながらあの見ていただきたいと思います。で今日の話はですね、講演の目的というのはこういう感じですね。あの今日お話しすることっていうのは、大体2010年から15年あたりに、まあ、私が沖縄以外、沖縄ももちろんですが、沖縄中心、沖縄中心というか、あのここに書いたような西アフリカのカメルーンにおける中国人の移民の研究とかですね、中国の日本人の、中国における日本人がどういう生活しているのかという、こういう研究とか、まあ、その他、今日お話しするのは沖縄の中国人の研究、ブラジルの沖縄人の研究ですけども、こういうようなことをやってきました。ただこれ皆さんちょっと見ていただきたいのはちょっと古い、今はもう最近、今僕がこういう移民研究しているわけではなくて、今日の映像はみんな10年ぐらい前ですよね。このような企画があった時に、作ったもので、もう半分も私もこのどういうことをパワーポイントに記したから忘れてるぐらいですが、まあ、あのそういう話をこの3と4というところで移民研究のまあ一つとしてですねお話をしたいわけですが、すでにあのこれ私の今日の話に関係してくるのは本として出ている沖縄文化の創造という本があるんです。でこれはもう2003年の頃ですけど20年前、そこにあの下の方に書きました。今のこの時代というのは沖縄の地域、沖縄県というところに沖縄人が住んでて、そこに沖縄文化があるという時代じゃなくてですね、沖縄知識の沖縄人と沖縄文化というのはもう別々である。例えば、沖縄の歌がですね山梨県で作られたり、それからその沖縄の食事がブラジルで、無形文化遺産になったりですね、そんな時代になってるんですね。まあ、ですから、まあ、地域をイコールにするという時代が、今日はそういう話の問題につながってくる。でそうすると一体沖縄って何だろう。でとりあえずこの本では加工ということを使ったんですが、先行するイメージ、沖縄というのを何とかして沖縄らしさを作ろうとして沖縄文化ができてきてんじゃないかということで、この本は20年前書いたわけですけども、移民の問題になるとなおさらそういう問題が促進されるのではなかろうか。ちょっとまあそこら辺はあの私のちょっと お話なんですが、皆さんどう思われるか。それで最初にですね、私がお話をしたいのは海外から沖縄に来た人、海外の移住者を受け入れてきた沖縄、ホスト沖縄、つまり、主人側の沖縄というものを例に挙げたい。でこれまたいろんな各国からこの
沖縄に移住してきているわけで、私が調べられるとそれは中国人、台湾を含むわけですけども、そこしかちょっと今日は取り上げられませんが、それだけでも実は大変な話の内容になるだろうと思います。でまずじゃあその沖縄と中国との歴史的な関係、これはもう皆さんご存知なのでそんなに私も詳しくは話しませんけど、1392年のその札幌朝貢関係によって、隣人36世が渡ってくるといったようなところからその歴史の記録は始まりますよね。ただまあこれは考古学なんかの問題では遥か昔から中国から沖縄へ渡ったような人間がいるといったり、沖縄からじゃ逆にもそれはあるわけでしょうけど、というものはありますけど、そこら辺はお話はしませんが、記録の上では1392年の隣人36世から始まり、それ1609年のこの島津維新というのを問題もこれは無視はできない。で扶養国家はしたわけですが、これは考えたいと思っているのは、沖縄はこのように薩摩の琉球、島津の琉球というのがあったにもかかわらず沖縄は鎖国をしていないわけですね。薩摩は逆にそれを利用したわけですけども、そのことがですね沖縄のやっぱり後世を築き上げている。この時代から17世紀あたりからずっと記録が沖縄に残っていて、それでそれの海外の攻撃が私が述べるまではなくたくさんあるわけです。で非常にこう沖縄の中身を変えてしまったのが1879年の明治12年の琉球騒動、これですけども、全く一方的な日本のこの沖縄の編入ということが起こってくる。で1895年のこのさらに今日のお話の中でも重要なのが、この台湾をさらに領土化してくるということによって沖縄がその台湾の影響を受けてくる。で45年にこの戦争に負けて米軍の統治が始まることによって起きてくる生活というのもまたあって、特にこれは僕が注目したいのはそういうその、特に台湾からのいわゆる移民ですね、その問題がこの時期にあります。72年までは起こってくる。で中国と1972年国交回復すると同時に台湾と断交するということで、ここがより複雑な関係を起こすわけですけど、さらに2009年、今日の話は2009年からの問題ですけども、大陸中国との交流も新たなニューカマーとしてですね移民がやってくるわけです。さあそこら辺ですね、ここの中国との関係を、これは歴史を追っちゃうと大変な長さになるけれども、どうするかというのはこの歴史ちょっと簡単で、39年隣人の36世、これが与えた影響はもう僕は話しませんけれども非常に甚大です。残っているさまざまな中国語が、例えばサンピンチャンというけどシャンピンチャンというのが多分中国からの影響でしょうし、そういうふうに中国なんかの断片がたくさんこうあるんですが、そういうその国人団中の話をするとこれきりがないんですけど、今日の講演のでは対象といたしませんが、このいわゆる、琉球王国期の、中国の影響というのはやっぱり、忘れてはならない。さあここは抜かします。それよりも台湾と沖縄との歴史的な関係があるわけで、それが1895年から始まるわけですけども、ちょうどその領体化する台湾日本領となった後に1935年頃から台湾からの移民が石垣島で商売をし始める。38年に名倉に入植する。その後ここに会社を作ると。それで名倉とか武田あたりでパインとかお茶とかその時に中を栽培する。ここら辺ですよね。で水牛も導入するということで、今もこれは残っている文化になりますけども、パイナップルや
お茶もそうですけど、サトウキビも、そしてスズキビも、ここに出てきませんが、お米もそうです。台中65号っていうお米が導入されて、沖縄でもお米として作られた。それ品種改良した、台湾で品種改良したものですけど、そういうものも入ってくるわけで、で、一時期その1930年代に、医療の炭鉱の交付として、その外部海外から移民が来て、これはそう長く続かなかったわけですが、そういう影響もある。それから1945年から70年、これはもう台湾からもっぱら影響はあるわけですけども、次にこれはお話をしなければならない問題ですが、45年にその台湾が中華民国として成立する。日本人はそこで引き上げる。本当は台湾の話も、沖縄にから台湾に渡ってそれで生活してきたところもあるわけですね。須藤とか、ね、あっちの方にあるんですけど、そういう話もしたいんですが、もうキリがありません。沖縄に限りますと、1948年にその華僑として登録されている人はたった23年、この、ね、数字もうしばらくずっと出しますけど、移民というものの数字か、移民が23人いたよっていうのはね、これはね、怪しいんですよね。一応記録としてはこう言っておきますけども、実際にはだから400人いたんだっていう意味だから、要するにこう政府や登録をするようなそのところで認識されているのは23人だけど、実際は400人が来ているというようなことがあって、だから当然これは台湾からの密航者とか、人がいたわけですね。で、1961年、その中華民国政府による沖縄向け労働者の派遣開始、これは積極的にその民国政府、つまり台湾が労働者を派遣するわけですけど、あまりどうですかね、これそう多くの記録がないんじゃないかと。で、この時期にですね、72年まで、つまり国交断絶するまでの間に、1万人近くの台湾の人たちが来て、サトウキビライン産業を起こし、建設業もしたわけですね。で、これはこの時期、本当に国際関係の上で中華民国は沖縄を琉球、つまり日本領とは認めず、琉球っていう、これは今でも琉球って言ってるかもしれませんが、琉球だということで派遣しているわけですね。で、この日本領だというふうに認めて今至っているわけですけど、それは2004年の頃、後でお話ししますけど、それまではその中華民国政府は沖縄は一種独立した地域みたいな、あるいはアメリカの占領区みたいなような認識で、日本とは切り離して考えていた。で、1970年代初期には在留中国人は2500から3000人だ、帰化した者はこれこれだ、帰化せずに永住しているやつはこれだ、契約労者、そういう政府の報告があるんですけども、実際のこの数字は分かりません。もっともっと数は多いんじゃないかと思います。で、72年に台湾との関係が変わるわけで、その前年ですから、この国交断絶が起こることを分かっていて、台湾系の中国の人たち、台湾の人たちはその琉球華僑総会、総会って言葉ですか、言ってみればこれ互助会のようなものを発足させて、そこで貿易をやったり、ここに書いてあるような職業についてですね、特に那覇を中心として貿易商、経営業、農業、加工業、から米軍の基地に働くような人たちというのがここにいたわけです。で、さあこうやってですね見ると、最近の問題で出ればですね、この戦前から戦後にかけて台湾からもたらされた作物や家畜というのは結構多くて、パイナップルのこの産業というのも、今非常に盛んですし、水牛もこれ私が取ったの与那国、以前は農業で使われてた水牛ですけども、そういうようなものも導入されていたという、
まあ、やはりこの沖縄の生活っていうか、特にこういう問題は経済ですけど、もう影響は大きかったと思います。そして現在といっても私が調べたのは10年以上前ですが、この国交断絶以後、台湾との実質上の外交は窓口になっているこういう台北富士通経済文化代表職というのが那覇にあって、でそれで実際大使館の役割を果たしている。でこの本部があるのは小文字の華僑ビルと、こういう今ありますかね、そんなところにチョコレートなんとかぞチョコレートミルク通りという変わった通りのイメージで、こういう琉球加工総会があるわけです。そこでこういろんな彼らがこれも五条会ですから、みんなでやりましょうよ。例えば双十節というのは台湾の独特な国の祝いですけれども、双十節とか旧正月とかですね、そういうものを台湾の行事なんかをこう指導したり一緒にやろうと言ったりしているのが、こういう、ご助会なわけです。同時に、その観光の斡旋、観光客の斡旋なんかをしてきたわけですけども、そうやってですね、今現在に2004年あたりから、沖縄というのをそのちゃんと認めて、やっておりますので、こういう交流は一方で台湾で台湾の人たちがやっていて、今という生活をしている人たちがいるわけです。で一方でですね、これは遅れること中国ですけども、大陸中国系の組織もあって、那覇郊外にあるこの大陸系の中国人の五条会ですね。でこれな、現在の名前はですね、沖縄新華僑華人総会という名前になって、そういう本部があるわけですけど、実は2009年です。かなり新しい。で2009年当時はですね、沖縄華人華僑総会だったんですよ。ところがこの大陸中国の移住者といいますか、これ沖縄に住んでる人たちを一つにまとめるってことはなかなか難しい、意見の対立があった。それで再組織化して2011年に今あるその沖縄新というのはこれですから、再組織化したという意味です。決して台湾との対抗で新なのではなくて、新しく作り直して今こういうその華僑総会、華僑の五条会があって、で大陸中国系の人たち この拠点になっているわけです。さあこうやってですね、しばらく本当は私も中国の人たちの生活はどうだという話を続けるわけですが、ちょっとその前にこの沖縄県多文化共生推進調査事業報告、2015年ですが、ちょっとまた遅い、もっと最近のものは出てるでしょうが、それによるとこうやって移民の人数が出てるわけです。どこからの移民が多いのか、どこからの在留外国人が多いのか、アメリカ、フィリピン、中国というふうに2015年にはそうなっているわけですよ。で人数も出てます。ところが2013年の統計見ると、アメリカ1位2408人、中国人、今度は中国人が2位になっている。2013年の時は中国人が多かった、2015年はフィリピン人が多かったというように、この統計が変わってくるわけですね。でこうやって年度により差があるんで非常に困る。かしてその、在留中国人が多いんですけども、ここに台湾が入ってこない、要するに国交がないからというような、これはちょっと困るなと思うんですね。台湾の人は台湾の生活で華僑総会を作って、そこで生活をしてるわけですよ。で中国地方でまた別にやってる。で それを統計上分けてない、それは国が分けてないからだ。だけどこれじゃあその実際の沖縄で生活している外国人の把握もできない、ましてやですね、こういうことなんですけども、2010年の時点で、沖縄在住の外国人は全体、日本全体では30位、
30位ってそんな少ないのかというふうに僕は思うわけですけども、うち中国人が1330人、アメリカ人が2018人となっているわけですけども、この統計の中にアメリカ軍の家族4万人この当時ですけどいたんですが、これ統計に含まれてない。で台湾も入ってない。で日本籍を持った中国人、これはちょっと後で述べますけども、そうせざるを得なかった人たちがいて、でその人たちは当然日本籍だから移民含まれないわけですね。でこれじゃちょっとまあ統計上お話はできませんが、ただやっぱり数字で把握を一応しとかないとですね、誰がどういう人間がいるんだということの、まあ、目安ですねとして考えたい。で私が2013年につまり言ってみれば10年前にちょっとお話を台湾の人たちに話を聞いた時には、その次の丸字ですけども、日本政府の勧めで日本国境を国籍を取得した台湾人は在留台湾人の9割に達していると。だから9割の人たちが台湾籍だったのが72年に国交が断絶するときに日本人になっちゃったわけです。でだけども国籍というのとですね、文化はまた違いますから、国籍は変わったけども台湾の文化はそのまま生活の上に残っているわけですね。ということがですね、国籍を問わず在留台湾系の華人華僑は推定2万人いると、問わずということですから国籍を持った人間が1万何人、何人もいるかもしれない。で同時に大陸系の華僑華人はその当時3000人いるとされていました。もっと増えていくかいいですね今はね。まあそうするとさっき言った数字とは全然違うわけですよ。私はこれは話に聞いてるからこれも不確かです。どのぐらいいらっしゃると思いますか。いや2万人はいますよという形で、まあ、そういうことですね。だから実際はその政府が考えている統計よりは多いわけです。で、まあ、彼らにも生活を聞きました。大体まあいろんな人に聞いたけども、その中国人にとって沖縄ってのは住みやすいと、言葉は違うけれども歴史上の理由から中国文化とあまり違和感がなくて過ごせる、食事もよく似てるし、それからまあそのさまざまな生活の中でこう中国と似たような生活の要素があるということで、まあ、住み合いついては言っているわけですね。で丸四、沖縄県もまた歴史上の理由から台湾中国台湾と交流を重視していて、でその貿易からイベントまで盛んに行われていて、県や市町村でも多文化共生というそのいわゆる、方針を打ち出してですね、各県、まあ読谷村もそこら辺をお聞きしたいとは思いますけども、海外から来た移民の人たちあるいは外国籍であっても交流するときに多文化共生という考え方を持ってですね、交流されてるのではなかろうか。それで一つのまとめになりますが、ここでこういうことなのではなかろうか。だから多文化共生という政策を推し進めていくと、ここにあのシーソーのようになっている一つの一方を重視することになっている。つまり移民の社会の仕組み、例えば台湾、沖縄にはムンチューというのがで、台湾の人たちもムンチューというものを作りなさい、従いなという言い方はしない。台湾には相続というのがある。でそういうその相続、いわゆる彼らのその社会システムは沖縄で維持したままで構いませんよという政策が取っていたわけで、文化それ自体もその台湾から持ち込んだいろんなその風俗習慣というのも、保護しているだろうし認めているだろうと思います。でその中国の等々を、まあ、普段話したって別に、まあ、妨げることはなかろうと思いますけど、そういうそうやって、まあ、集まりも設けているだろうと思うんですが、一方でそういうことを し続けてしまいますと、当然その市町村だけでも当然台湾では統一できないというか、一方の問題と国民統合という問題があるわけですね。だから公共のところは守ってくださいよ、ゴミを出す方法というのがあるのです。プラスチックはプラスチック、缶は缶というように分けてください。
というようなそういうような公共道徳は大阪さんよっていう言い方もしているだろうし、そうは言ったって共通語としてのその日本語っていうのは一応、学んでほしい、できれば知ってほしい、で読んでも分かるようにしてほしいといったようなことを、まあ、進めている。でこれを強く推し進めすぎると同化主義に起こってになってくる。つまり言ってみればこの、まあ、ここでまとめたいという問題はこれは各国違うんですけども、どちらを多文化主義という形でもって重点をその移民の方を尊重して起こすか、それとも同化主義を強調して共通語や公共道徳を、まあ、押し付けるかというか強制するかって、これは全然違ってくるだろうと思います。でこれはもう本当に具体的な事例によって全然国と違う。後でまたそれはブラジルの話を持ってもう一回これを出しますけども、まあそういうような現状があるわけです。さあここで一つ区切りますが、まあまだちょっと休みには早いので先を進めます。さあ今度はですね、お話としてちょっと今日は皆さんに知ってほしい問題は海外ですね。で海外に沖縄出身者が移住移民をしてきました。この歴史はかなり長く古く多くして、しかもその影響は沖縄今でも大きい。だからゲスト沖縄、つまりお客さんとしての沖縄で、あとはそれはもちろん移民になって そこの、国に定着し、いろんな国政選挙に参加し議員さんにもなっている人たちがいるわけですが、この例をさあどこで求めるか。もうブラジル、今日は沖縄に移民してきた人を中国で限って話をした。逆に今度は、移民として出ていった国のお話としてブラジルに限りたいと思うわけです。で、まあ、ブラジルもですね、私は2014年に、まあ、向こうで調査をしたわけですが、まあ、それだけで終わってるんですね。まあちょうど、まあ、私も60数歳の時期ですから。さあちょっと概要です。ブラジル連邦共和国は、まあ、面積といえば世界の5位ぐらいの合衆国ほどではないが、そこまで行くような広さを持ち、人口も日本全体よりは多くで、公用語というのはポルトガル語であります。まあ、1500年ポルトガル人が発見したわけですから、ポルトガル領になり、1822年独立して、今に至っているわけですけども、さあ物価、これは、まあ、まだこれも統計で大雑把なものですが、人種民族、白人がこんだけ過半数ですね。ブラートというのは根血です。で黒人の人たちで、その他というところに沖縄が入ってくるわけですが、まあ、今日は、まあ、沖縄だけに絞るとちょっと統計がない場合もある、まあ、日系とか沖縄とかというところでちょっとお話をしますけども、まあ、そこぐらいの、まあ、ここから見ると多数ではないということが分かる。ただアジア系というふうに考えると2番目ですね、中国人や韓国人もいますので、そこら辺だと一定の力を持った、人数がいるようです。で宗教としてはカトリックというようになってて、まあ、沖縄が持ち込んだ宗教は多宗教になるかもしれません。こういうところがブラジルの、概要です。さあ沖縄移民の歴史、これはですね、今年、まあ、ここに来るまで那覇に歩いて博物館その他で見ると、もうこの移民の歴史なんか展示されてますから、別に私が紹介せずとも皆さんの目に留まっているだろうと思いますけども、まあ、ハワイから、日本からの移民はハワイから始まった、明治18年から始まったということで、ずっとハワイが戦前は続いているし、歴史の上でもハワイが一番長いで、まあ、ここでだから述べなきゃなんないのはブラジルの話ですから、そこに黒く記した1908年に初めてブラジルに移民が行くわけですが、その当時、まあ、次の方で写真は見せますけども、カサドマルという船で移民781人が
移民をしたわけですが、そのうち沖縄系の移民が325人、だからですね、このブラジルの移民はもう最初の頃から沖縄が 41% とこういう大きなその比重を占めているわけです。まあその他アルゼンチン、その他にも移住しているわけですけど、さあそのカサドマル、まあ当時のこれ写真でしょうかね、あのカサドマルがどこへどう行ったかっていうのは、どうもアフリカ経由で行ったりで、だいたいブラジルというのはですね、どこから行くかっていうのは迷う場所です。だって地球の反対側、特に沖縄の反対側ですから、沖縄のパナマ運河を通ってもまあほぼ同じ時間で行けるわけですよ。ただまあ、あの潮が見え、島伝いにとか見えるようにっていうんだったら、まあアフリカ経由のはいいかもしれません。でそのカサドマルの移民が持っていたその旅券などがあります。これはね、沖縄でも多分これ実物があったり写真があったりするでしょうけど、これは実はブラジルの移民博物館というのがあって、そこであの撮らせていただいたものですけども、こういうようなもので行ったようです。私もね、話は変わりますけど、沖縄に来たのは1969年ですから、こういうパスポートというか身分証明書っていうのがあって、それをどっかに展示してもらおうかなって思ってるんですけど、今じゃなかなか見られないようなものが日本政府から発行されておりました。さあ沖縄の人たちはどういう生活をされてきたか、まあ、あのこれも公にされているように、初めは契約移民として、つまり向こうの労働者として契約、何年だ、2年か3年とかっていうような契約移民として、渡航をしていたわけですね。特にこの写真で見ると、戦前のいわゆる右側の写真ですよ、戦前のコーヒー農園の風景っていうのが、ここら辺がまあむしろ、ブラジルとしては求めていた労働者だった。でそこでまあ随分こう労働をして沖縄の人たちいたんだけど、後で大きな問題が起こって、特に政府か、あれは国の問題が起こったのは、逃亡した人が多くて、それであの移民制限が起こるんですけど、それは後でお話しますけども、同時にあのここに左側に出てくるような陸稲栽培、これはですね、もちろんあのブラジルで、前からあったわけでなくて、まあ、あの日系沖縄の人たちや、あの大和の人たちが もたらしたものです。今はもうあの数大体世界でですね、ジャポニカっていうこの粘りっこな、粘っこのあるお米を作ってるのは世界2割ぐらいなんですけども、幸いなことにブラジルはかなり移民が多い、日系移民が多いもんだから、あのそういうジャポニカ系のお米がかなり栽培されています。そこら辺が幸いですよね、この移民の成果ということであります。でこうやってですね、30年ぐらいになるともうバナナ園だとか小学校まで出てくる。でここら辺はちょっとこう沖縄の問題として注目してほしいのは、日向淑紀さんが小学校を作るといったようなことが起こってくるわけで、これはですね、沖縄の人たちの移民で特徴的なものの一つです。何しろ学校を作る、学校を作ってどうするかって、もちろんあのその、まあ、国語、算数、国語、社会とか理科とかっていうようなものを教えていくわけですけども、こういう教育をすることによって一定 その知識のレベルが沖縄、ブラジルを保たれています。それからこの中で実はあのうちなうち沖縄の方言もまた教育されているわけですね。でそれはね、本当に忘れちゃいけんということを向こうの人たちが言っている一つの運動ですよね。それはもう戦前からあったわけです。さあ再び、まあ、ハワイへのっていうのはここに、あの、あって、まあ、沖縄県の移民が1899年にあって26人が移住したわけですけども、アメリカの移民というのはあのハワイ側へ行きますけども、一回あの日本からの移民は中止されますよね、アメリカの方は。で2番目ペルーへの移民がまたあって、
ブラジルより前にあってですね、今日系人、ペルーの日系人は8万人になっているわけですけども、 70% が沖縄の人たちで、3番目さらにその他の地域で、この戦前に多かったのは、あの日本領であった旧南洋群島あたりに、かなりの、日本人が移入、あのこう移民し、その中でも特に沖縄の人たちが多いということが、そこに 55%、 3万4000人が沖縄移民だったとか、1942年には沖縄県移民が5万7000人だったとか、ここへはあの今でも大きな、影響を受け継いでいるといいますか、そこからあの受け取った文化を沖縄に、もたらしています。まあ、僕らの研究ではないんですけど、そういう研究は、盛んに行われています。で、南洋群島は今ね少ないので、さ あ移民の歴史の問題、戦前期の海外移民で沖縄の救援活動、この時期大正末期昭和初期で、ちょうどこれ沖縄は疲弊をしていた、まあまさにその突然その琉球処分が起こって、それで、日本のよう なんかシステムにこう適応しなきゃいけない、ところが沖縄の社会のシステムではなかなかそういう適応ができない、要するに一種の資本主義経済的なものが突然来るわけですね。明治12年以前には共有、土地共有制社会だった沖縄、特に大多数が農村ですから、そういうものが、その一回休館温存政策を経て、そのいわゆる明治の終わりあたりから支持で参加するわけですよ、土地なんか。そうするとやっぱり急激にそれを適応しなきゃならないんで、そういういわゆる競争には到底あの追いつかないような沖縄の経済だったわけですね。で、そういう時に幸いしたのが民間の送金でした。これはその後もずっと続くわけですけども、ここに書いた通り1912年21年の間100万円前後が毎年送金されていた。で、1929年の、198万円という送金額は県の、見てください、県の歳入総額の 66.4%、 県が持っている、まあ、県の税収というか、まあ、援助という、それの 64.4% が海外からの送金によっていた。信じられないことですけども、そういうような状態で、まあ、でもこれによって沖縄はそのなんとか生活か経済というのは持っていったということが分かります。だから忘れてならないのはやっぱりこういうところで移民という問題が、戦後においてもそれが同じであって、海外移住によって沖縄を救援する、だから太平洋戦争であっても壊滅的な打撃を受けた沖縄の経済を、そういう生活を救おうとしてですね、南米ではこの移民がハワイを中心にして戦災沖縄救援運動というのを起こしてですね、で、あの沖縄を救済したということがあります。まあ、どういうものが送られたか、下の方にハワイ沖縄救済連盟はアメリカの船によって衣類とか食料とかサネブタとかそういうものを送ったとされているわけです。で、現金を送ることはできなかったわけですけども、その GHQ を通して特別許可を得て、そのなんか救済連盟みたいなものを作ってその送っているということがあるわけですね。ブラジルにおいては1951年、あ、ここもまたそうね、そんなに早くはないということですけども、この国会復帰後ということですが、まあ、僕も向こうでこの戦争中の話を聞きました。ブラジルと戦争したわけじゃないです。あの、なのに実は移民の人たちはだいぶ制限を受けてですね、あの渡航禁止だとか理解禁止だとか、中には逮捕されるような人まで、ね、つまりスパイじゃないかというような言い方ね、そういうようなこともまあ、あの起こってですね、決してあのブラジルでその戦争中無関係ですよっていうわけじゃなかった、これはあの話を聞きましたけど、で、まあ、ブラジルは1951年に再開をして、でこの戦後ですよね、沖縄系のブラジルへの移民が増えて、で国内最多となっていくわけです。まあ、これはあの後に後で一応
統計見せますけども、そうなっちゃったわけです。で戦後見てみるとやっぱり小学校再建ってのは大きい、何しろそのこれ本当に別にそう沖縄に限らず、まあ、沖縄の人たちは特にブラジルにおいてはこの学校建設って非常に大きいんですよね。だからこれね、もちろん日系の人たちの学校ですけども、それに限らないですよね。その近くの人たち、つまり違った国から来た移民たちもそのポルトガルポルトガルので教育は基本的にしてますから、それで聞けるわけで、そういう小学校の普及というのを果たした日系沖縄の人たちやなんかは非常に大きい役割を果たします。で1978年ブラジル沖縄県人会というのが完成します。ちょっとこれ見てもらうと坂の途中にあるわけです。私もここで講演をいたしました。つまり、沖縄とはどういうとこかという話をしたんですけど、本当に3時間以上だったな。つまり質問がもうどんどん出てくるんですね。沖縄ってどういうとこだ、今どうなってるか。だから皆さん本当に行くべきです。これ一番最大のいわゆる日系移民の中の県人会の中では最大の大きさを持って一つのビルが書いてありますね。アソシエーションブラジル、沖縄とブラジルですからね。ブラジルの中心部ですよ。ブラジルの中の沖縄の教会だっていうことですよ、ね、そういうのができてます。で、まあ、ちょっとまた全然戻っちゃって、今度は沖縄側のこの移民政策という問題ですね。で1924年にこういう知識の普及とか海外在留者との連絡とかということで、この沖縄県の海外協会というのは作られて、いろいろとこう保護する、斡旋する、手続きをするという機関ができる。で1930年には海洋会館なんかができて、その沖縄移民が非常にこう、なんていうかな、差別されているような、つまり解禁運動、沖縄人の人たちだけはその来ちゃいけないようなということが、2回ばかり、1913年から16年、1919年から26年の間、ブラジルであったんですけども、そういうことをやめてほしい、解禁運動をしようということで、こういう海洋会館なんかがバックになって、運動を起こして、それを やめさせているわけです。自然消滅をしているわけです。で、官民共同による組織な、これはもう皆さんご存知なところがあるかもしれない。沖縄の方で海外協会ができ、県を、沖縄県を網羅する組織としての協会に、なり、1973年には日本復帰によって社団法人の沖縄県海外協会になり、89年90年というふうにしてこう入管法が改正されて移民の労働者が増えてくる。こっちへ言ってみれば出戻りの人たち、帰還移民の人たちが増えてくるんですけども、そういう形の現象が今に至っているわけです。で、さらに、まあ、内南中大会というのがある。これは今や、今年、今やってるのかな、なんか、まあ、まさにそういう時期にこういうお話をするよかったわけですが、その内南中大会のいろんなさまざまな催しや、WUB というね、WAB っていうのかな、そういうものも、経済交流っていいますかね、そんなものも行われている、ビジネス、文化、教育交流なんかも行っている。まあ、僕はこのパワーポイントに触れませんでしたけど、海外からの人間の指定たちを沖縄に来て、なんかいろいろと交流するっていうようなこともやってるようですね、皆さん。そこら辺は最近の問題でよく知りました。で、こういうようなね、パンフレット、解放国体に伴う歓迎会とか、それから内南中大会 のポスターとかですね、そんなものがあるわけで、で向こうももちろんブラジルでも紹介されているわけです。から沖縄、ブラジル、今度はブラジルでもになりますけど、ブラジルにおいては内縄新聞というのは、これから見てください、内縄プレスって書いてあるんですか、内縄プレスですよ、沖縄プレスですけど、内縄プレスというのが、まあ、発行されていて、これはポルトガル語なんですけども、
まあ、そういうものも発行されている一方で、うちの口であの新聞が書かれている。でこれはまあもちろん漢字なんかでなくてローマ字によるわけですが、そういう、まああのまあ、パンフレットとか新聞とかっていうものも普及しているわけです。でこれはまた本なんですけど、ブラジルの紹介、ブラジルにおいて沖縄ってどういうところかってことを紹介した本がこの左側のもので、大体皆さんやっぱり三線がこういう特徴かな、あるいは踊りとかね。で、まあ、このパンフレットの中には出てくるのはあの沖縄の、まあ、もちろんエーサーは出てくるし、踊りは出てくるし、うちのその特徴は出てくるし、まあ、という紹介がもちろんなされて、こういうのは月刊誌とかですね、になっててかなり、普及してます。だって一番多いんですよ今。まあこれは私がお話をすることですけど、一番うちの地がブラジルで多いから、こういう新聞が盛んに出されている。で私がちょっとその訪ねたコミュニティ、向こうではコロニアって言ってますけども、コミュニティはこのブラジル郊外にあるところ、まあサンパロに私サンパロ大学で教えていますので、そのたんびにちょっと、出かけられるところといえばもうビラカロン、ビラカロンと呼ぶのかビラカホンというのが、まあ、そこの沖縄の町です、村というか町というか、そういうところ、これがあるわけですね。でちょっと僕はもう期待して行ったんだけど、赤の花屋がないですね、残念。まあ、まあ、ポルトガル形式の住居はあるんですが、さてだけどちょっと見てください、やっぱり沖縄のお祭りがあったわけで、そうするとビラカロンで行われた沖縄祭りっていうのは沖縄フェスティバルって書いてありました。でそこにちょっと訪問してみたわけですけども、そうするとなんと皆さんの懐かしいというか、はい、これです、ヒージャーの城。ああヒージャーの城、ヒージャーの城はね、ちょっと苦手なんですが、多くは食べきれなんていうか、ヒージャー油ギラギラですから。で僕は刺身が欲しいんだけど、ヒージャーの刺身は食べちゃう、だから生もの食べないんですね。まあそれはブラジルの習慣に従ってるだけで、残念ながら刺身は食べられないかったんですけど、まあヒージャーの城とか、まあまだ他にも書いてあるんだな。なんかまあ沖縄そばも売ってますし、でまあ催し物が後でまたこれ実は紹介をしますけども、沖縄の太鼓踊りっていうか、まあエーサーというか、琉球国祭り太鼓か分かりませんが、まあこれ盛んですよ。沖縄の方が盛んなのか、まあ、ブラジルの方が盛んなのか分かんないですけど、ものすごいですかね。うまいですね、後で見せます。すごい。まあ沖縄対抗、沖縄対ブラジルのこの競争をやったらですね、すごい素晴らしいです。で、まあちょっとこれまた統計なんですけど、一応のこれ目安として見たいのは海外の日系人占める沖縄移民の割合ですけども、2000年の沖縄移民は36万人と推定されて、ここはねもう後でこれ問題します。なんでこの36万人って言えるのかっていう問題がちょっと問題なんですけど、数え方が問題です。全日系人口の250万の 13% です。まあこれ最大じゃないかな。5番目、海外の日系人占める沖縄県民の割合、各国別で見るとかなり それぞれが多いと思います。で一番多いのはどこだろう、ペルーなんかは 70% とか、アルゼンチンも 70% とか、ボリビアは 60%、もうちょっと圧倒的ですよね、沖縄は。で、最高にしたいのは、第二次世界大戦前にはどうだったかっていうと、やっぱり南洋軍と台湾とか満州とか、そういうフィジカルがめちゃ多かったんですけど、そういうところですよね。いつもこれよく出、これはもうどっかで貼ってあると思いますけど、沖縄の移民の人たちの数は、世界でどのぐらいあるだろうなんてね。でこれで見ると、まあ、ブラジルが
抜きに出て見える。でここに出てるのは18万人ですよ。さっき36万人って言ってるのはこれ半分になってるんです。まあ、だから要するに移民の数ってのは本当にね数えにくい。これ後で話がそこの問題があるわけだ。で結局南米新大陸アメリカ含めてこっちが多いでしょ。で戦前多かったのはこのいわゆる日本近くのこの南洋群島や、台湾満州といったようなところが多かったわけですね。アフリカとかヨーロッパあたりはちょっと少ないですね。だから東南アジアも多くていいはずだけど、この時点の統計は2010年だからちょっと古いですけども、東南アジアはたくさんあってもいいのにそうでもないということです。さあここで問題になるのはですね、統計が例えばここでは18万人だブラジルで、いや別の統計では36万人だなと言っている。一体じゃあ沖縄って何かってことです。これから皆さんちょっと考えてください。じゃあどんな条件ならば沖縄うちなんちゅうなのかっていうことは言わないとこれ大変な問題です。ちょっとここで考えたいんですけど、じゃあ移民の問題ですね。移民の人で祖先も習慣、沖縄の習慣、風俗習慣も言葉も沖縄であるブラジル人というのは沖縄系なのか。祖先、この文中の形状を見るとちゃんと祖先は沖縄出身である。習慣、今まあ食事も沖縄そば好きだとかね、食べてるとか、から言葉をうちなぐちで話してる、もう言いますよ、それをうちなぐちで生活してる人はまだいます。さあこの人たちはブラジル人なのか、それともうちなぐちなのか、うちなぐちか、まあうちなぐちですねこれね。まあ多分この人たちもうちなぐちで認めてます。で僕が会った人間た実は一世ね、いや最近ちょっとなんだっけ8年前ちょっと沖縄から来たんだよって人もいるわけですよ。でこれはもう当たり前でしょ、これこの祖先も柄習慣も言葉もうちなぐち持ってきてるわけですから、それはブラジル人っていうちょっと国籍はまだ聞き忘れましたけど、ブラジルの国籍もたっていっぱいうちなぐちだって多いことがある。これ2世に多いわけですよね。じゃあ2番目、沖縄は話せない、うちなぐちはダメだ、だけど祖先はちゃんと系図は祖先も習慣も今まだやっぱり沖縄そばちゃんと火が食べてるよ、ブラジル、そういうブラジル人っていうのは沖縄系か。うちなぐち喋れない、どうですかね、喋れないんだけどちゃんとの文中の系図あって、これもちゃんとその比嘉文中の一族で、それからまあ一応習慣もその親父が来た分をちゃんと守ってるよとかなんとかって言ってる人たち、まあ皆さんだったらこれはまあうちなうち話しなくてもやっぱり出自がね沖縄だもんね、そりゃそうだろう、沖縄だよ、うちなうちだよ、うちなうちだよ。じゃあ3番目、祖先も言葉も、祖先はちゃんと系図文中はの中に入ってるから言葉もうちなうち喋る、しかし習慣はもうブラジルで全然そんなもの食べない、ブラジルのあの何だっけな料理忘れましたけど、そっちの方が好きだよ、全然その沖縄のものは食べたことないよというブラジル人は、別にそんな食べ物だけでもって習慣だけでうちの家じゃないとは言えないだろう。3番目ね。で4番目、祖先は沖縄じゃない、違う、実は福岡、福岡なんだけど習慣も言葉ももうまあそうやっぱ沖縄そば好きだよな、もううちなぐちも習っちゃったもん。でもどっかのオランダの人は言いましたよね、うちなぐちがうちなぐちよりうまいっていう人も、そういう人がいるわけだから、こういう人はどうですかね、祖先は沖縄じゃない、祖先は沖縄じゃないとちょっととこれちなんちゅうかなっていうふうに僕はちょっと合ってないんですけども、このこういうのうちな、イタリア人で沖縄好きな人って言ったんだけど、食べてそうでしょ、だから沖縄そば毎日やってる食べてる、そうじゃないね、まあ
これは怪しいですよね。じゃあ5番目、祖先は沖縄だけど習慣も言葉も全然知らないという。いや、この人たちは僕はだから結構さすで、あの県人会の方でだから沖縄について僕は話したら質問だらけですよね。ああ、よかった。だいたいこれをこの祖先は沖縄なんだけど習慣もポルトガル系、まあ、いわゆるブラジルで言葉もブラジルもうちのうち話せないという人たち結構多い。ここら辺はね、皆さんの方から見るとどうなのかですね。やっぱりこれ祖先はこの手段だから、で彼ら意識もそういうところを強調する人たちはもちろんたくさんいますが、いますが、やっぱりね、もう俺はじゃないよっていう人がいるんですよ。この5番目あたり非常に分かれます。祖先沖縄だから口側から見ると沖縄うちの人だろうそれはと思うけど、彼らはそうでない人もいるんです。でさらに6番目、祖先も言葉も沖縄じゃないけど習慣だけが沖縄だ。これはね、います。イタリア系の沖縄人、それはこういう祖先も言葉も僕は知らんけど、ただやっぱり実はそれで、あ、沖縄そばは実はブラジルの無形文化財ですから、だから実はちょっと沖縄そばってバカにできないんですよ。ブラジル人、お前沖縄そば知らないのか、それはブラジル人じゃない。そうすると彼らこれが沖縄由来だってのは分かって、つまり無形文化遺産だろう、ブラジルの文化遺産ですからね。沖縄そば皆さん食べてますけど、あれは文化遺産ですから、だからこれ皆さん好むわけですよ。さあでもこれうちなんちゅうでしょうかそういう問題がここ出てくる。じゃあ7番目、祖先も習慣も沖縄ではないが沖縄を話すブラジル人から8番目、祖先も習慣も言葉も沖縄と違うが沖縄ファンというのが、これは私なんか入っちゃうんですけど、うちなんちゅうか。さあここがね、移民の人たちだから、移民が沖縄から行ったで、だけどこういう現状ですよね。このような中にどっかに入ってくるわけです。でこういう表を作ったわけですけど、でプラスが多ければ、まあ、沖縄っていう言葉がこうくっつくわけですけど、マイナスが多ければさっきのようなファンみたいな、沖縄ファンみたいな形になってくるわけですが、一体どこに線引いたらいいかっていう、沖縄ちゅって誰かっていう問題がこうあるわけです。だから僕はこの4、3、4あたり、これがこうかなり分かれてくるし、実はね、何世までいるかっていう、6世ぐらいまでいますから、沖縄の初代の笠戸馬から数えて6代6世なんという人たちがいます。もうほとんど沖縄っていうのは6世っていうのは知らないですよね。私がこう沖縄っていう映像を見せて初めて沖縄の生活が分かるような人たちがいるわけです。さあじゃあ見せたいと思いますけども、こういう系図があります。これはブラジルで作られている沖縄の系図です。まあこれは一つの例です。笠戸丸移民宮城伊橋さん亀さんの家系図って書いてある。でこうやってあの公開されたものの中に、この丸三角ってちょっと説明しなきゃいけないと思うんですけど、丸が男の人、あ、まあ失礼、丸が女の人、三角が男の人です。だから伊橋さんが写真載ってますけども、三角の初代、亀さん丸の初代で、初代から数えて世代を追ってみると1代2代3代4代、ね、1代これですね、2代3代4代5代ですか。ここでは5代までがここに系図に載っています。さあ祖先が出自が沖縄ならうちなんちゅでしょうかということが、この系図の中でちょっと皆さんに問いかけたいんですが、皆さんの系図と違うんです。ちょっと見てみましょうか。これはブラジルにとっては一族です。さあ皆さんにとって一族かどうか、さあちょっとね、亀さん、伊橋さん、亀さんのところ、その子供たちを見ると全員がここから女性、女性、
女性、女性、男性、男性、女性、女性ってなりますね。で、その女性の子供が書かれています。母の息子、娘がここに出ています。ここに母の娘、息子は皆さんの家では一族でしょうか。でちょっとこれまたさらにこういきましょう。母の娘、ここは母の娘、さらに、ここには息子がいるな。じゃあここの母の娘の、あ、ここに息子か、どっか、これ母、ここの一代の娘の娘の息子、これ娘の娘の息子は皆さんの一族でしょうか。つまりこれ母系性なんですよ。母系性、母、母と母と母でしょ。じゃあ父をたどってみましょうか。父で、で男の人をたどってみましょう。男の人ここにいますよね。男の人、伊八さんの息子の息子の息子ってあります。これ一族です。じゃあこの、この息子、この伊八さんの息子の息子の息子、伊八さんの娘の息子、伊八さんの娘の娘とか、つまりこの系図には母系性が入っていて、かつ父系性が入っています。つまりムッチュって、私が知っている沖縄のムッチュというのは父方だけなんですよ。父の系統の一族しか沖縄では一族として認めてない。だから皆さんのおばあさんの、おばあさんのお母さんのお母さんあたりの系統というのは認識されてないというか一族じゃないということだけども、ブラジルではそれは一族なんです。でそうするとウチナンチュっていうのは、皆さん考えているウチナンチュは父系的なものだと思いますけど、だけどブラジルの方は母系も父系もある。でこれを何というかというと、人類学ではコグナティックストックっていう言葉を使うんですが、まあちょっとその言葉を翻訳して難しいので、まあ似た言葉で双系性という二つ、父系でもない母系でもない双系という、両方の母親も父親も両方の系統を認めるというのは双系性、双系性社会なんです。でそれがこのその帰還出戻りの人たちとか、世界のウチナンチュの中に出てくるんですね。私はウチナンチュだよ、これ見てください、これ母の母の母の母、これはウチナンチュなんですよね。さあこちらと違うわけですよ。そうすると出自という問題が違うんですね。で出るどこからの祖先かという考え方が沖縄とブラジルは違うんですよ。そうするとさっきの問題は、祖先が沖縄ならばウチナンチュかという問題はブラジルの考え方と皆さんとは違うはずなんですよ。そうするとさらにウチナンチュって何だ分かんなくなってくる。やめましょう。僕に言って答えはちょっと、だから人数数えられないのはそこですよね。さあまた同じ問題ですね。で結局ブラジルも多文化共生しなきゃこれは国が持たない。多文化共生社会です。多文化共生社会、したがってそのブラジルではもちろんその日系だとか沖縄系だとか言ったって構わないわけで、でまあ、特にあの沖縄県がすごい最大の勢力を占める、だ議員さんもたくさん出ているわけですけども、他の系統もまたいて、でいろんな祭りやって、で沖縄の祭りはさっき見せましたように餌なんか平気でやってる。でその餌になってる人間はよく見ると青い目のお嬢さんだったりするし、まあ、そういった文化性は認めている。だからこの辺はすごくブラジルは当たり前のようになっている。さあだけど国家を持たせるためにはここが必要で、だからこの問題で同化主義か多文化主義というのはこれは沖縄県でも考えなきゃならない問題であると同時にブラジルでも考える問題であります。でさあブラジルは確かに移民国家だからそうであるけれども、
じゃあ似たようなオーストラリアも多文化主義で、カナダも多文化主義で、さあ成功しているかというと実は失敗しています。多文化主義国家の多文化ということを認めて、少数民族とかでもで含めて、移民も含めてその文化を認めているということが失敗しているんですよね。で、何が失敗かというと、その移民の政策に合った民族っていうのはこうだからあるわけですけども、こういう民族の文化を認めようっていう形があるんですけども、その数やたるやすごい数なんですね、何百という数で、そこに乗ってない民族は無視されちゃうわけですよ。だから法的に保護されている少数民族とされてない民族が出てきちゃう。それからまあ移民の時期によってまたそのというか政治が違ってきたりするわけです、多文化主義なんかは。でそうするとその時代によってちょっとその何というかな、自分の権利がその人権が認められたりするその度合いが違ってくる。で一回こう失敗します。つまり多文化主義やっていくと際限なくその違った種類の人間のものを見なきゃならないから、政府それ自体も全体を把握しなきゃならない。まあ言ってみれば人類学でもって国家統治しないとダメだっていう、ここで文化人類学の宣伝になっちゃうんですけど、まあそういうね、実はこの多文化主義って非常に素晴らしいんですけども、本格的にこっちばっかりやってると実はまあこっちの問題も大騒がにはなりかねないわけで、それからまあ実はこの移民の人たち自体も満足しない人間が出てくるわけですね。でそれをだからどうするかということは、実は何がいいのかというのは今まだ大きな答えがないとは思います。ただ沖縄はこれからこういう多文化共生は当然必然、全体日本全体はまだ少ないからね、 2% か 3% とかだと思いますけど、そういうような状態だからまだこの多文化共生は進めるべきだけども、やがてやっていく中で少数民族に超える差別が生じかねないことは頭に入れなきゃ。さあ私の結論が次になりますけど、結論といってもな、実は具体的な例をさらに見せなきゃいけない。さあ沖縄はですね、この歴史の上で中国からの沖縄移住から始まった移民の問題は、だから下の中国からの沖縄移民という政策から始まったわけだけども、その文化が、中国の影響を受けたその文化が、実はそれを担った人たちが沖縄から出国して海外に出てっているわけですよ。でそれでまあもうその中国だけじゃないんですけど、そのようなこう海外から影響を受けた、まあ、日本大和からも影響を受けたようなものを持ち込んでその海外で生活し、そこでまた新たないろんな文化が出来上がっている。そういう文化が出来上がった人たちをまたで、いわゆる帰還移民として受け入れている今で、そういう交流が盛んで、沖縄とは交流しましょう、学びましょう、移住促進しましょうっていうのをやっている。さてまた今中国からの移民多分相当増えていると思います、沖縄に。でこれがこう繰り返されてるんですよ。これ中国からの移民だ、中国だけに限りませんけど、中国などからの移民、沖縄からブラジルなどへの移民、それから、国内海外にからの沖縄への文化の輸入というのは、これこうなってる。でぐる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 回っていくと、ここにあるチャンプル文化というのが出来上がる。実は沖縄ってチャンプル文化じゃないかということなんですね。そうすると沖縄文化って何だっていうことになるわけですよ。つまり沖縄という単一の文化の中身を開いてみると、その文化自体は複数の影響によって出来上がったものだった。はい、こういうことですね。沖縄自体の文化は常に多元文化として存在している。これ歴史上そうだし、実はエイサーの問題さっき後で述べますけども、エイサー自体純粋なものじゃありません。沖縄という名前になって世界に広がっているけども、そのエイサーそのものがもうすでに純粋なものではない、沖縄独自のものじゃないということがある。でそれはチャンプル文化として沖縄は成り立っているわけで、さあそのチャンプル文化がこの次のこっちの方、さらにハワイへ輸出され、ブラジル輸出され、ペルー、アメリカへといって、まあ、また出戻りももちろんこの帰ってくるわけですけども、さ
さて、そうするとここに僕が書いた加工都市の文化って沖縄って何だっていうことなんですね。で、だから沖縄っていうのは一つのこう、一体化された文化なんだけど、実はその中身自体は多元ではないかという多元一体性という新しい私の理論がここで誕生するわけです、世界に向けて。ところがこれは私の発想ではなくて、中国人のフェイサルトンという偉い先生の理論なんですけど、中国というのは中華民族というのは、中華民族ってちょっと僕はあまり政治的に嫌なんですけど、漢民族だけじゃなくて56の少数民族まで含め、まあ民族が成り立っている。それは中国という一つの国家のように見えて、実は諸文化から成り立っているんだっていう理論が実は中国にあるんですね。多元一体、この言葉は本当にね矛盾してるわけですよ。バラバラなのに一体化してるっていう、多様性があるのに一体化してるっていうのは言葉の上ではなかなか分かりにくいですね。だけど沖縄文化もそういうもので、だからこそ包容力がある。さあ、この包容力があるってことで僕は非常に嬉しいっていうか感動したのは、ブラジルでこの太田さんが、元県知事が書いた共生って言葉、いやこれブラジルサンパウロで見つけて感動しちゃって写真撮ったんだけど、いや太田元知事はですね、琉球大学時代社会学の先生で会ってるんですけど、あの要するに収容所に重大があった時代に、あの、まあ、人類学は社会学と隣り合ってましたから、そこ行ってすでに会ってて、渡辺袋なんて言ってましたけど、その字がもう、その字がですね、海外のブラジルに貼ってあるわけですよ。まあ本当に共生っていう。さあ、それでね、ちょっと例を、これは具体的な例ですよ。いかに多元的で一体化だかっていうね、沖縄エイサー、エイサーってのはもう絶対沖縄です、これは。いや、日本、大和の踊りだよって、そんなこと言えませんよ。言えないと、沖縄っていう言葉はもう絶対にこれは、譲れない、A さんは。だけど、ちょっと見てください。だけど、ちょっと考えてください。歴史上の A さん。大中小人がっていうのは、これ、あの、こちらの、中山青岸加工国研究所、ちょっとまあ、歴史資料の名前を忘れましたけども、大中小人という日本の坊さんが、これ、浄土宗の坊さんです。坊さんが、まあ、本当は民、ちょっと当時の中国に来たかったけども、それが果たせず沖縄に来て、それであのこの、まあ、浄土宗を広めると同時に、そのお盆の時には念仏を歌いながら各家を回って仏様をなだめるんだよというようなことを、まあ、始めたわけですね。念仏踊りですよ、念仏茶です。でこれを沖縄にもらうと大中小人がもたらしたとされるわけです。でそれ以前はだからお盆に各家を訪れて、その各家の祖先をなんかなんとかあのよくいらっしゃいましたって言ってお迎えしたり、供養したりするようなことはなかった。だけど任務茶ということをしたりすることによって、そういうような行事が生まれたわけですね。既にこれは任務茶って別に念仏踊りというのは今でも大和でやってますよ、こちらもね。でそれだから別にそんなことは念仏踊り、それ自体念仏踊り行っちゃえば大和にあるわけ で、その任務茶として今、東村のカードでやってますよ。あのピラララピララって人号が歌う踊りとかやっている。これは僕もあの歌を復元して本には載せましたけど、まだ東村ではちゃんと太鼓をやってこうあの念仏を唱えてですね、各家は回ってませんが主要な拝願所拝む場所でやってます。でそれをやってるのにもかかわらずですね、東村で任務茶を やり終えると、この手ごろ通りのエーサーを始めて、これをエーサーって言ってるんですね。手で踊るエーサーが行われていてですね、でこれ各家を回って踊るわけです。で私もその1969年70年っていうところで沖縄に来た時に、なんて1ヶ月もこれやっぱりあ
練習しました。当時はもう各家回って、任務茶は、あ、そうだ、任務茶もそうだ、酒をもらってたんだけど、お姉さんもお酒もらってた、やばりもらってたら酔っ払っちゃって大変ですよね。で、午前4時ぐらい帰ったっていう、こういう踊りでしたよ、手踊りで。ところがですね、これ、まあ、ですからこの流れっていうのは、だから日本大和の影響があって行われて、形を変えてはいます。この踊り方自体、あるいはこの踊りのこの言葉は全然内縄口ですけれども、ただ7月にこういうのを踊って祖先を慰めるっていう文化は、その大和方もたらされ沖縄しかしたわけですね。で、さらにです、さらに僕も驚いたのは、これ太鼓踊りエイサーが1980年代に普及する、まあ82年からですけどね、実際に太鼓で踊ってて、おちゃおちゃ太鼓踊りっていうので、僕は太鼓で各家を踊ってどんどんやって、すごい音になって、で、これもまあ東さんと僕は見て、対話で見たんですが、実はちょっとそこに写真を見せましたように、太鼓踊りっていうなら中国でやったわけじゃないかっていうことです。中国町、まあ僕はこれ福建省で、太平区っていう行事を、やっぱり同じような頃、7月頃旧暦ですけど、やっていて、この見てください、更新しています。で、これは別にな、ちょっとまあ沖縄の太鼓と違うところがあるかもしれませんけども、まあ、時期が似ているので、ちょっとあれですよね、似ているわけですよ。この写真の中にはパーランク出てこないか、パーランクって言葉もちょっと気になってしまうんですね。あれ、ポーランクって中国語でポーランクっていうのかな、波の波浪というね、ポン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 打つとこう波が打つようになるということで、ポーランク、波浪という波の太鼓という、そういう太鼓があるんですけど、ポーランクっていう、同じですよ。そんなものを使って、これは太鼓ってことは、太鼓って言葉は、太鼓ってことは中国語ですよね、これね、日本語でもあるけど、そういうものを使ってごちゃごちゃやってる、まあ、中国の影響じゃないかって、ここで言うより以上に、実は太鼓踊りというのは、日本本土の九州に非常に盛んです。ですから、太鼓踊りを、何か似たものを、エイサーと似たものを探そうとすれば、日本本土だってある、中国にももちろん、韓国にもあるかもしれませんけど、そういうように、実は特定できない、ただこの踊り方自体は、やっぱり沖縄のやり方で。で、まあ、多分1982年のは、その琉球号松太鼓というグループが出来上がってですね、で、こういう別にお盆に限らずに、こういうものをやり始めるということがきっかけで、こうどんどん広がっていったんでしょう。つまりそれは僕もこの民族の祭典、この民族ってどこの民族かなということで、ちょっとあえて沖縄民族というのを言えましたが、沖縄民族の祭典として行われているエイサーの大会が、ここで、やっていたのは僕は参加してみたんですけど、これは別にお盆に関係なく行われているわけです。で、お盆に関係なく行われて、一つの沖縄の特色として、これが別に沖縄ではやってるんじゃあまり別に大したなんか特色として感じないかもしれませんが、こうやってね、町田で、これはいつだったかな、別にお盆に限らずやっている。そして、まあサンパウロでもやっているというところでですね、このサンパウロをちょっとお見せしたい、サンパウロの、ね、ブラジルサンパウロ市の沖縄地区で、これ対抗競技として、地区ごとの対抗競技として行います。ですからとんでもないのは、一つの市だけですごいグループがあってですね、それで対抗競技として、行われているわけです。まあ、皆さんに聞きたいのは、この沖縄と同じだろうか、曲、踊り方。
ということは僕もちょっと分からないんですけど、何かなっていう、もしか違っていればブラジル化してるわけです。これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。